マッシュースイートはアメリカ合衆国のシンガーソングライター。オルタナティブロック、パワーポップの分野で活動。ネブラスカ州出身。大学進学を機にジョージア州に移り、OOK、OK、というバンドで活動。同バンドにはマイケルスタイプの妹も在籍していた。その他、バズ・オブ・デ・ライトというバンドでも活動したが、ソロアーティストとしてコロンビアレコードと契約し、 1986年にデビューアルバムインサイドを発表。しかし、商業的成功に恵まれず、コロンビアとの契約を失う。1989年に A&M レコードから発表した Earth はロバート・クワインやリチャード・ロイドが参加したが、やはり成功には至らなかった。1991年2エンターテイメントからサードアルバムガールフレンドを発表。 前作に引き続き、ロバート・クワインとリチャード・ロイドが参加しており、ビルボードを200へのチャートインを果たす。自作、オルタード・ビーストは、全米75位に達した。1994年には、カー・ペンターズのトリビュートアルバム、If I Were Carpenter Carpenter ズに捧ぐに、参加して、リチャード・カーペンターと共演している。100%ファンと、ブルース・カイ・オン・マーズは、 パールジャム等との仕事で知られるブレンダー・オブライエンがプロデュースを担当。また、1997年公開の映画、オースティン・パワーズで劇中バンドミンティーのメンバーとして出演。マッシューは同シリーズのオースティン・パワーズ・ゴールドメンバーでも同じ役柄のシド・ベルベデーレとして出演している。2002年、カウンティング・クローズのアルバム、ハード・キャンディにゲスト参加。また、 ショーン・マリンズやピート・ドロージと共にザ・ソーンズを結成。2003年3月、日本企画のソロアルバム、君が好きライフをエベックスから発表し、同年7月にザ・ソーンズのファーストアルバムザ・ソーンズを発表。ザ・ソーンズはジョン・メイヤーやリクシー・チックスのツアーに帯同し、その後マシューはソロ活動に戻る。2004年のアルバム、リビング・シングスには、 バンダイクパークスがゲスト参加。また、ハンソンのアルバム、アンダーニースのタイトル曲をハンソンのメンバー3人と共作。2006年、映画、オースティン・パワーズシリーズでも共演したスザンナ・ホフスとの連名でカバーアルバム、アンダーザ・カバーズボリューム1発表。ビートルズ、ニール・ヤング、ラブ、ベルベット・アンダーグラウンド、ゾンビーズ、ママス・パパス等の楽曲を取り上げた。 2008年アルバムサンシャイン・ライズを発表。2009年7月21日にスザンナ・ホフスとのデュオでカバー集第2弾アンダー・ザ・カバーズグレーテスト・ポップ・パラダイスマイナスを発表する。日本の漫画やアニメのファンとして知られ、ガールフレンドのミュージックビデオでコブラを I've Been Waiting でうるせえ奴らを使用した。100%ファン。 日本版初回 CD のブックレットでは、マシューが好きな作品のトップ10リストが記載されている。また、腕にラムのタトゥーを入れている。ありがとうございます。